今日はスリーポイントを嫌われています。また村上のスピードになったプレー、松井慶次郎スリー、松井が決める。ありますね、これは村上が最後のシーンですね、フォータエンドの。あ、そうですね、ビーターのところですね。松井打ってくるが、リバウンドは宇都宮、もう一度、もう一度打ってきた、決めた。なかなか京都のオフェンスの特技のこのリバウンドというのは難しいところ。さあここはカットして、そして外に振った、松井慶十郎だ、決めた。早く攻守切り替えたいところ。さあ入ってきた橋本、ここは京都ボールに変わります。中村から外振ってスリー、あー決まりました。サブカーキがします。あーこれも今行きますね、カウト松井だ、決めてきます。いや田中もついていったんですけど、そうですね、アルバルクは今のところやはりアルバルクのプレッシャーが今かかってるんじゃないかなと思いますけども、はい、ただその差は広げられていないとやるまで、ここはキャッチャーでショットできた、決めてきました。来ましたね、1本目ですよね。松井今京都はさあ10点差です。松井決めてきました。松井選手に打たせたいですよね、京都は。さあマブンガに渡る、自ら攻めていった、袖振って松井だ、来たシュート放っていたんですけどね。そうですね、まあ、決めるべき時に決めるために、あの落ちてもしっかりと打ち続けなきゃいけないっていうのがシューターですからね。ただここは冷静に決めてきました。そして変わった渡辺選手がまた同じくらいプレッシャーかけてるので、これは中村選手は辛いですね。なるほど、さあこれは決まりました。さすがですね、松井選手、松井がね、ここは、はい、ここをなんとか落とさせるという勢いでディフェンスを強度やってほしいですよね。松井がスリーポイントラインから、いやこれは綺麗に決めました、素晴らしいですね、はい、今度は松井です。さすが決めてきました、さすがですよ、ね、30秒距離がありますが、これを決めました。ラブンダから、そして宇都宮、松井が決めてくる。そうですね、このパターンはいいですね。運動、ラブンダが触ってから5番です。松井来た、スリーポイント、新の長吉、昨日は10得点の活躍。お、ボールを受けて早く、そうですよね、はい、ピックを決めております。さあこういう風に今日振って伊藤達也カットした、さあここは中村が1カットして、さあ松井だー、来たー、さあこれで3点差。この相手とかに行ってても迷わず自分のシュートしっかり来ましたね、はい、落ち着いてここは松井が決めてきました。もうチーム全員が信じてたんですね、これ入るっていうのは。はい、そうですね、ここ守って1本来るとですね、非常に大きいと思いますね。本当に京都は決めたい、松井、いやここで来ましたね。からですね、阿部選手もヘルプして、ここのミスマッチ簡単に入れさせたくないですね。さあ3ポイントで外から松井、そうですね、来ましたね。さあやっと彼らしい、松井またここから決めていきました。逆サイドから松井決めていった。いやさすがでしたね、さすが絶好調の松井慶十郎が綺麗に決めていきました。松井、あここで来たスナイパー松井、ぐっと近づきます。さあ松井慶十郎、残りショットクロックは5秒、打ってきた、それを決めてきました、スリーポイント。ここは松井だ、来た、さあ京都ボール、マブンガから松井、スリーポイント決まりました。